ライチツバキになります。お願いします。さあ準決勝第2試合ですね。ワンピー側は先方ライチを出してくる。フィオ選手のライチに対して椿はどんな戦い方ができるのか、椿の情報が全く僕知りません。非常に気になります。キャラ対を練っていなければなんとかなるもんなんでしょうか。いきたいと思います。先方戦フィオ VS グラウツバキ、まずは走り込んでくるところ、グラウツバキ取っていく。差し返しのタシミが比較的優秀なブルーに入るが、飛び入れリーチに長いライチ側、やはりアドバンテージを得れるか。空中ガードでしのいで差し返しを狙うが逃さない形、グラウツバキインストールゲージも垂らして次に備えたいが、クーライド落として追撃。さあ再びクーライドミスショットが、フィオライチがここでコンボスタート、ダメージ伸ばしていく。追撃入るところでバーストして置き攻めを阻止していく。浅田で返すな、ここで初判定が非常に強い小技、追撃きっちり決めてきて、フィオライチがラウンド選手。2ラウンド目通したのはフィオ、着地を取る形でダメージ入っていく。中段もらってしまった、フィオライチ一気に畳みかける。ここはしのいで次を狙いたいが、ダッシュコパン滑るように決まって追加ミス、ガッジャンプ攻撃。アサルトで返して飛びを通して竜一層がインストに刺さる。やはり厳しいか椿側。さあ大将戦バング同キャラ